C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール。こんばんは、劇団エグザイルの秋山慎太郎です。町田啓太です。いや、すいません、最初は2人で喋るっていうね。あ、すいません、忘れてる。2ヶ月ぐらい来ないと思ったら、いや、友達さん、町田さん1ヶ月ぶりですよね。僕1ヶ月ぶり。でも秋山さん元ですよね。あ、僕さん今の2人の落ち着きぶりね、はい、静かに私をじーっと眺めてるっていう。2ヶ月経ってたんですね。落ち着きすぎですよ2人とも、うん、あ、僕も完全に秋山さんに全て委ねてました。大変失礼しました。いや、もうね、気づけばね、酷暑と言われた暑い日々が一瞬で過ぎ去りましてね、うん、なんと次はもう残暑っつって、もう35度超えみたいになってますけど、うん、今日もスコールひどかったですね。今日収録ですね、うん、すいません、なんかうんうんじゃなくて、いや、僕ここにカンペという、はい、ものがあるんですけど、一応台本の進行表みたいなのあるんですけど、ここに気になることが書いてあって、はいはい、今週は劇団エグザイルのノーブルなお二人がご担当ですって、これどういうことですか。まあ、直訳すると高貴なっていう。なんかすいません、ノーボー、ノーボー2人です。よろしくお願いします。トーン的にもだってほら、まず最初のタイトルコールがいつも私が C3 プレゼンっていうと、大体皆さん劇団エグザイルのって言うんですけど、2人は劇団エグザイルのって、なんかこうやっぱりノーボー落ち着いた。ノーボー、失礼しました。いや、ちなみに今日敬老の日なんですけども、うん、はい、秋山さん、町田さん、はい、おじいちゃんおばあちゃん話、ね、おばあちゃん話ね。僕はもうおばあちゃん大好きなんで。おばあちゃんね、うんうん、秋山さん、僕、はい、はい、祖父は戦艦武蔵を実は建造に携わったという方なんですよ。めちゃめちゃ映画とかになりそうな。それで言うと思い出しました。僕おじいちゃんも亡くなっちゃったんですけど、はい、僕のおじいちゃん東京タワーの建設に携わってたみたいです。なんですって。はい、戦後、はい、東京タワーですね。僕それ全然知らなくて、最近、うんうん、両親からお父さんから聞いて、うん、おい、そうなのって言って、なんだ、そのもっと早く教えてよってちょっとびっくりしちゃいました、本当に。いや、秋山さんも町田さんも結構おじいちゃんは結構ドラマチックな。そうですね、うん、建造に携わるんですね。まあ、そこからノーボーが来てるのかも。ノーボー来てる。いやいや、あ、違う、後付けですから完全にね。失礼しました、お手伝いします、総口明久です。C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール、毎回劇団エグザイルのメンバーの皆さんがお二人リレー形式で登場。巷で話題のさまざまなキーワードをはじめ、リスナーの皆さんからのお題目や質問をもとに、これまでのプロフィールには載っていない意外な一面、男の本音を引き出していこうではないかという内容でお送りしていきますが、秋山さんは LDH 初の小説家としてデビューもされました。はい、で町田さんは最終回を迎えました BS 時代劇ホタルグサ7の件というね。はい、今夜も近況を交えお二人の本音トークを楽しみください。お知らせの後は早速巷で話題のキーワードをもとに、男3人でゆるく喋っていきます。どうぞ最後までお付き合いください。 C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール、この番組は全身脱毛サロン C3 がお送りします。 C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール、改めまして劇団エグザイルの秋山慎太郎です。町田啓太です。そしてお二人のお手伝い役の総口明久です。季節の変わり目の中、巷で話題のキーワードをご用意しております。お二人がビビッときたものをベースにおしゃべりしていきますが、まず一つ目のキーワードこちらです。下ネタが苦手な職業ナンバーワンはって。ねえ。苦手な職業。ね、気になります、うん。職業でね。劇団エグザイルの中でも最も下ネタを言いそうにないイメージの、ノーブルな秋山さんの町田さんっていうね。あ、僕そんなイメージあります。バンバン下ネタ喋ってましたけどね、昔。あ、うん。秋山さんは割と、下ネタは。バンバンどこで喋ってたんですか？いや、公の。公の？はい。そういう、ファンの方とかもいるような、なんか放送だったり、はい、ラジオだったりとか、放送だったりとか。そうですね。全然喋ってましたけど、ね。マジですか？はい。最近なんか、喋んなくなりましたね。なんでだろう、わかんない。あれ？下ネタ卒業みたいな時期あるんですか？いや、そんなことないです。大好きですよ。そうですか。はい。マジャさんはあんまり。僕は下ネタ嫌いですね、基本的に。
あのラジオやってても、うん、あの下的なものでトークを結構転がしていくのも嫌いじゃない方と、うん、いやそれは俺はやんないなって結構分かれるんですよ。なんかお好きな方もいるからそれはそれでいいんですけど、うんうん、そうそう、そういうのも楽しみである。なんかテレビではちょっと違うみたいな、はい、なんかそこじゃないところのなんか楽しい会話の方がちょっと好きだったりする時多いですね。なるほどね、うん、まあ、あの昨今コンプライアンス的にもいろいろ厳しくなってるもののやっぱりあのお酒が入ると言わずにはいられない的なものがやっぱり下ネタ大好き人間、急に酔っ払うとガンガン言う人とかいますけども、うん、調べ編集部が今年の春全国の10代から60代の男女1732名の方を対象に下ネタについてこんなアンケートを実施しました。まず男女合わせておよそ3割の方が下ネタを聞くと不快な気持ちになると回答っていう、うん、多い、まあね、不快な気持ちになるのが一番多いのは、50.6% も不快になる60代女性の方っていう。おお。まあでも我々も別に人生の大先輩の60代女性の人に向かって思いっきり下ネタ、まあ、かましたりとかは。そうですね。だって、お芝居で、ドラマとかで一緒になるときに、例えば、60代の女性の大女優の方とかに急に下ネタかましたりとかしない。それはないですね。ないですよね。はい、ねえ。意外に10代、あ、10代はちょっとやっぱ恥ずかしいって苦手なんですかね。10代の女性もちょっと3割。うん、逆に、ちょっと20代とかになると女性は 25% ぐらいが苦手ってことは、3分の、あ、4分の3ぐらいは別に OK みたいな。でもやっぱこれ一番気になるのは、何ですか、下ネタを聞くと不快な気持ちになると回答したのは、はいはい、男は10代がトップなんですよ。27.2% も、いや、俺、下ネタ苦手っすわ、言わないっすわ。一番興味ある時期だったじゃないですか。こう、やっぱ変わってきてるんですかね。やっぱり10代の頃ってのは、どうしてもやっぱり、まだ何にもね、してない、うん、まあ、まさにこう、下ネタ的に言うと、童貞な時代だから、こう、はいはいはい、ね、いろんなことに興味がある。うん、でも、今の若い人は苦手って。まあ、でもなんか、その、聞いたことがないかって言われると、聞いたこと絶対ありますよね。ああ、10代の頃とか、はい、今でもですけど、はいはい、なんか、一回も聞いたことがない人って多分そうそういないかもしれないですよね。まあ、友達が言ったりとかね、なんか、うん、まあ、興味はみんな、それは興味はあるでしょうけど、うん、ネタ的に言うのが。で、50代男性が、不快になる人は極端に少ないっていうね。16.5% は不快だけど、残りの 85% ぐらいは全然言いますよ、みたいな。イメージ的にもちょっとやっぱね、ね、飲み会でもう弾けるおっさんみたいな感じのちょっとイメージがあるのかなみたいな感じですけども。で、ちょっと気になりました、はい。さらに不快だと回答した方、職業別で見ていくと、はい、これどうですか、この割合を見て。あ、と思ったのって。専業主婦っていうのが、トップ 42.2% で書いてあるのは、納得できる。ほぼ半数近くの方が、いや、下ネタはちょっとっていう。で、次、公務員。公務員の真面目。納得。真面目、ね。まず接する機会ないですもんね、働いてて、下ネタと。ああ。まあ、業務において下ネタはあまり関係ないですね、公務員のお仕事はね。はいはい。で、やっぱ3位が学生ってなってるのが、なんかやっぱ、ねえ、大学生とかの頃、下ネタ言いまくりだった。言いまくりでしたよね、僕も。秋山さん、そうだったけど、あれ、町田さんも全然乗ってこない感じの。いやいや、言ったことないわけではないんですけど、はい、まあ確かに。ごめんなさい、町田さんって、下ネタを言ったことがある時もそういうふうに冷静な口調でエロワードを発するわけですか、普通に。冷静に。どういうテンションだったか全くわかんないですけど。普通は結構はしゃいだ感じで言ったりしますけども。まあそうですね。でもこの公務員って、ね、まあ確かにねっていう。まあ僕も、はいはい、母は公務員なんで、確かに家で、まずそういう会話にならないから、まず、そもそも多分僕免疫があんまりなかったのかもしれないですね。ああ、で、なるほどね。はい。で、親元離れて高校大学と行ってたので、はい、その頃、やっぱりこう、寮生活になると、こう、男子寮とかってなって、やっぱり、まあね。男性だけで集まってると多くなる部分もあるじゃないですか。そうね。それ聞いててどうだったの？嫌だったの？最初なんか、ちょっと、何言ってんだろうな、みたいな感じはありました、最初。でもそういう時一応笑ったふりはしたわけですか、なんかちょっと、軽く乗っとくか、みたいな。ああ、面白いんだ、みたいな。冷静すぎる。冷静すぎる。はい。ありましたね。待ってください。劇団エグゼルの中で下ネタを言うのが一番こう、多いみたいな方って誰ですか？誰ですかね。でも、前はでも、秋山さんが、結構その、場の空気を和めるために、
結構言ってくれてた部分はありましたね。え、そんなことまで察知してくれてた。僕も大人になりました。嘘本当に好きで喋ってマチャさんから見たら切り込んでくれて、いやいや、ありがとうございます、はい、みたいな場がちょっとなんかこうなんか煮詰まってる感じとか、ね、そういう時にちょっとなんかほがらかみたいな感じありますけど、でも誰ですかね他に今。俺今本当喋んないよね。なんで喋んないんだろう。いや、ね、そうですね、他の方も誰かそんなの好きそうかなみたいな。今喋んの誰かな。誰ですかね。マサヤスかオモズか。ああ。まあ確かにカンタはもう喋ってるイメージないもんね。青柳さんも喋らないですよね。ああ、喋りたい。イメージ全くないですね。マサヤスカンタ小沢。あ、小野塚か。マサヤス小沢か。そうですね。ではここで一曲お届けしたいと思います。はい、これ誰が選んでいただいたかと言いますと、僕町田です。町田さん。はいはい。まあ、最近、僕ら劇団 EXILE で、青柳翔さんの、ソロライブ。セップダイバーシティ、私も行かせていただきました。はい、同じ日に、ね、はい、出ましたけども、うん、そこで、青柳さん、自分の曲も何個も披露されてましたけど、うん、なんか、このね、リプロフィールでは、青柳さんの曲特集とかもやっているので、はい、そうなんですよね。なので、青柳さんが、そのライブで、ある方の、なんて言ったらいいですか、カバー曲を歌ってたんですけど、確かにそれがなんかすごい、あ、いいなと思ったので、ぜひそれを、はい、紹介したいなと思います。青柳さんバージョンではないオリジナルバージョンですね。そうですね、はい、オリジナルバージョンなので、ではかかりません。これを青柳さんが歌ったらどうなるんだろうってもし聞かれてない方は想像しながら、ライブ行けないけどね、はい、では曲紹介お願いします。はい、斉藤和義さんでずっと好きだった。この街C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。今夜は劇団 EXILE の秋山慎太郎と町田啓太がパーソナリティを担当しています。劇団 EXILE のリプロフィール。ね、青柳さんのコンサートを行かせていただいて、MC がものすごくすぐに次の曲行きたくなりじゃなかったですか。もうちょっと話も聞きたいのになと思って。なんかでも、青柳さんらしいですよね。まあそうだったね。ちょっと恥ずかしがりな感じ。そう。で、一応頑張って客いじりするんだけど、うん、拾わないんかーいって言って。じゃあ次の曲はみたいな。そう。で、ちゃんとお客さんとのそういうコミュニケーションを取った後に、うん、ありがとうございますって絶対言うんですよ。めちゃくちゃ礼儀正しいなと思いながら。ねはい、楽しかったですけども。うん、さあ、ここで次の話題なんですけども、やっぱり劇団 EXILE のキャラクターが知りたい。ね、実はメッセージ来てるんです。前回、小沢さん&鈴木さんの放送回で、江戸川区のさよちゃんからこんなメッセージが届きました。はい。江戸川区さよさんは普段からホラーとかサスペンス映画大好きって見てると、うん、誰が生き残るんだろうとかを推理してしまいながら見てしまうと。で、さよさんの見解では、主役と絡んでいる美人とか、まあ子供とかは最後まで生き残る確率が高いというふうにメッセージ書いてありました。うん、そこで、もし劇団 EXILE が総出演するホラー作品が、まあできるとしたら、まず真っ先にゾンビにやられてしまうのは誰なのかっていうね。まあ、間違いなく、小野塚。これなんでですか、これは。いや、なんかもう、人間性が。まあ、なんか、小野塚ちょっとこう、なんだろう、なんていうんですか、不幸がちょっと似合うというか、なんかこう、なんていうんですかね。それしかも、これさ、はい、あれだよね、多分、鈴木をはめようとして、小野塚が、なんか、とか言ってやるんだけど、いとも簡単に鈴木にひょいってかわされて、ゾンビにガーって噛まれて、小野塚がゾンビになって今度は俺たちに襲ってくるみたいな。でも多分それで最後の方にそのゾンビが小野塚がこう迫ってきてやばいぞってなるんですけど、小野塚はそこで俺らを食べないんです。え、で泣かしにかかってくるっていう感じの役がすごいなりそうだなって思いました。急にそこで小野塚さんがちょっと垣間見えて、ね、でってなったりとかして、でまたそこで引っかかったらべーって言ったらもういとも簡単に首バシャンって後ろからやられるっていう多分そういうシナリオです。なんでですかね、そういうイメージはありますよね。ああ。じゃあ、まずやられるのは小野塚さんだろうっていうね。はい、ちなみにですよ、鈴木さんは、真っ先にゾンビにやられるのは小沢さんだと。言ってましたよ。小沢さんも、あ、俺かなって。いや、小沢は、あれなんですよね。プリズンブレイクでいうところのスクレみたいな。スクレって何でしたっけ、どんな人でしたっけ。えっとね、
南米系の方なんですけど、はあはあ、お調子者で、はあ、明るい雰囲気にさせてくれる、はあはあ、でなんとなくいろんなところで活躍して、はあはあ、るようなキャラクターなんですけど、うんうん、なので結構終盤まで残るパターンですね。小沢さん残ると、はい、ただこれ質問さよさん、誰が最終的に一人生き残るのかっていうね、みんなやられたけど一人が最後なんかそのゾンビかなんかやっつけて生き延びるみたいな、誰ですかね。これは青柳ですね。青柳さんか。僕はカンタのイメージあります、ね、ああそっかそっか、あそうだね、確かに。まず一人ずつ聞きましょう。じゃあまず秋山さん、うん、なんで青柳さんが生き残るのか。いや、なんとなくっすね、これは。もう。どんなシチュエーションになりますか、みんな一人一人倒れていって。うん。いや、なんかね、はい、絵が浮かぶんすよね、青柳が残ってる。はぁ。はぁはぁはぁとか言って、息切らして。って言っても、すごい無表情で、ええ、まあ、とりあえず、もう、誰もいない街中を歩いていくみたいな。で、カメラはその背中だけ追ってるみたいな、なんかそういう絵が。はぁ。浮かびますね。なるほど、そこで。青柳さんの曲が流れて、そこも分かったのかみたいな。あ、そしてカンタさんっていう、うん、なんかカンタは意外ともうあのさーって言って、もう多分ゾンビ立ち向かってったりとか結構危険で一番危なっかしいんじゃないかなと思いきや、うん、でも意外と最後まで残ってしまう、しまったみたいな。はいはいはい。で、うわーみたいな感じで、あのちょっとこう号泣しながらも、わ、生き残っちゃったって言って、うん、でもその後すぐ、あ、ラッキーって言って言いそうな。めっちゃ腹ぐるやつ。でもちょっと笑えそうな、なんかそのホラー感に、はい、作品な感じのイメージで最後残りそうだなって思います。なるほど。ちなみに生き残る、まあ、サバイバルということで、劇団エグザイルのメンバーとサバイバルな状況になったとき、これね、あの、前回聞いたんですけど、誰とサバイバル生活をしたいのかという質問をしたんですよ。うんうん、無人島に二人だけで、あの、送り込まれるとしたら誰とだったらいいかっていうね。はい。ちなみに、お二人誰ですかね。もう誰と、誰かと二人でも無人島に行って、例えばもう一ヶ月暮らさなければいけないっていうね。いや、持ち物制限されてるっていう状況で。まあ、いろいろやってくれんのは小沢だと思うんですけど。お、それ鈴木さんと同じだ。やっぱりほら、あの、サバゲーとかのね、サバイバルの写真集出したりとかね。はい。だからなんかサバイバルできるんじゃないかと、小沢さんだって言ったの、鈴木さん。でも多分なんか、はい、備蓄してる食料とかを、はいはい、食ってないって言い張って、ちょっと多く食うパターンですね。あ、しかも食ってないよ、みたいな。ちょっと明らかにちょっと口に入れるんだろ、みたいな感じの、そういうごまかし方。ごまかしするパターンですね。ああ。それ仲違いになりますね。仲悪い。いや、ならないですけどね。ならないですか。はあ。これ、どうですか、町田さん。二人か、はい、意外と、はい、あの俺スウェイ君とか楽しそうだなって思うんですよね。楽しそう。楽しい。あのなんか今多分協力してやろうみたいな思ったら、それは小沢さんとかがなんかいいなと思うんですけど、はいはいはい、すごい優しいし、うん、一緒に一生懸命頑張れるなと思うんですけど、うん、逆にスウェイ君だったら多分あの単体行動し始めると思うんですよ。勝手に。スウェイ君はスウェイ君、俺は俺、うん、でこう単体行動してって、うん、でお互いになんかいい感じのなんか住み場所とか、はいはい、食べ物だったりとか、食べ物だったりとかやって、それをあの交換し合えるかなみたいな。ああなるほど、ね、逆にどうですか、この人と二人で送り込まれたらやべえっていう、あ、これ生き残れ、生き残れなそうだわーとか。小沢さんかなあれいや、なんあれかな、いや、なんでここだけはピシッと会いましたね、今。いやー。だって、俺さ、この間、はい、なんか、下北に、すっげえうまい定食屋さんあるから、はい、行ってみないって、小野塚連れて行こうとして、はい、連れてってあげたわけ、はい。で、まあ、食事もご馳走するじゃないですか。そしたらまあ、嘘でもまあ、話すじゃないですか。先輩といるんだから。ずーっとゲームしてましたからね。すごいです、ね。すごくない？こう悪気ないんだよ、本人多分。別に今喋りたくないからとかじゃないっていうね。はい。はあ、ゲームがしたいからっていうことだし。多分。はあ、そういう時も言わないですね。おい、ちょっと、なんか、話そうよとかって言わないっていう。まあね、言うのも疲れますからね。ああ、この人めんどくさいなって思われるんじゃないかなっていう気も僕は使っちゃうんですよね。ああ、なるほど。まあでもね、言わないとね、どこかで損しちゃいますからね。あね、だから最近ちょっと言うようにしてるんですけどね。はい、なんで
いやだただのイメージなんですけど、なんか小野塚といたらなんか小野塚すぐ病気にかかりそうな気がするんですよ、ね、結構怪我とか。あ、一番そういうのしちゃいけないとこなのに。なんかいや小野塚今さそれまあもうしょうがないけどみたいな。っていう感じがちょっと今想像してしまって。病気だっていいけどね、はい、本当にゾンビみたいになる可能性あるから小野塚たまになんかそうですね、なんかそれが心配みたいな感じありますね、はいはいはい、正直サバイバル状況では頼りにならないっていう、小野塚にならない可能性があるっていう、現代っ子っていうのもあるしね、そういう、はい、秋山さんの話を聞いてると、まあ、逆にどう小野塚がサバイバルだったらこうやれば生き残れますよみたいな聞いてみたいですよ ね確かに、うん、ちなみに鈴木さん小沢さんはせーの八木さんって二人で答えてたっていう、あの無人島みたいなそういうのが潔癖症だから絶対もううわ虫がうわとかなんかそれもありますね、ってやってるから全然生活力なさそうと、そういうとこではみたいな。ウォシュレットないだけでめちゃめちゃイライラしそうだよまあ本当に綺麗好きですもんね、マサヤさんは。はい、劇団エグザイル全員アンケートでしたけども、このように劇団エグザイルの皆さん聞きたいこと、こんなテーマで本音を引き出してほしいというお題目、素朴な質問感想なども添えて rp@1242.com から送ってください。待ってます。 C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール。劇団エグザイルの秋山慎太郎と町田啓太とお手伝い役の総口明久がお送りしてきました C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィールですが、あの先週もお伝えした通り、来年2020年に劇団エグザイルのメンバー9人が全員揃って出演する舞台開催決定しております。楽しみです。ありがとうございます。タイトルは教えていただいてますか、はい、改めて、はい、勇者のために鐘は鳴るというタイトルでございます。これメンバー全員がもちろん揃って出演と、しかもプロデュースがこれメンバーがやるということで、はい、公演は東京大阪の2会場全21公演です。東京は赤坂アクトシアター、来年2020年1月24日金曜から2月2日日曜日、大阪は梅田芸術劇場メインホールで、2020年2月13日から2月16日と、これチケット一般発売11月30日ということになっております。初の全員でプロデュースと言いながらも、このメンバーがこんなことを主にやるとか、なんかそういう別に分担してるわけではないってことなんですかね。そうですね、はい、全員プロデュースなので全員で、まあ、一個一個の事案に向かっていくっていうような感じで進めてます。なかなか各々の仕事とかも忙しいけど、みんな なるべく集まったりしながらこう、はい、徐々にもう週2ぐらいとかで集まってましたもんね、うん、もう去年からでしたっけ。そうですね、ずっと脚本開発をやってたので、はい、もう本当に本番直前まで、うん、みんなでブラッシュアップして楽しんでもらえるものをということで、みんな、はい、今気合入ってます、はい。詳しい情報などもこの番組で徐々にお伝えしていけると思いますが、舞台に関する最新情報 LDH のオフィシャルサイト、劇団 EXILE のオフィシャルツイッター、さらには秋山さんのインスタグラム、町田さんのブログインスタグラムもぜひご覧ください。そして今夜のスタジオでの様子は日本放送のホームページ、リプロフィールのホームページからご覧いただくことができます。また雑誌 C3 のインスタグラム公式アカウントでは、一流モデルのオフショット写真などを日々公開しております。公式インスタグラムはC3SHETHREE で検索してください。それでは来週も引き続き秋山慎太郎と町田啓太が担当していきます。そして総口明久も一緒にお送りしていきます。 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、また来週。